はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていくのはこちらということで、自芸受けということです。はい、自芸受け、はい、年貢を自分たちで受け負いますよというのが、これが自芸受けということになります。はい、今までだったら例えば荘園をやる国司であったりとか地頭であったりとか、そういった人々が要するに、はい、これ年貢ですよと納めてたんですけど、もうそいつらが当てにならないという風になったんで、もう俺ら自分たちのことは自分たちでやるわというんで、もう荘園持ってる人に、俺らもう要するに勝手に要するに年貢やって、年貢納めに行っていいですか、うん、まあ、君たちの方が信用できるから、まあ、それでいいよっていうね。はい。そんな感じです。はい。ということです。まあ、つまり、税務署よりも農民の方が信用できたりとか、もう無茶苦茶なんですよね。はい。というんで、農民たち自らがもう自分たちで年貢を納めに行きますというのが、自芸受けということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。